久保さん確かに錯覚ですねいいっすねまあ僕もよく動画で言ったりするんですけどまあどう考えてもまあその戦後に比べると豊かじゃないですかこれを豊かじゃないって言うんだったらねこれを豊かじゃないって言うんだったら戦後の人たちに何て言うんですかっていうまあ別にまあタイムマシンないんであれですけども <laughs> ねまあ世界中見渡しても日本ぐらいじゃないですか蛇口ひねって水飲めるのってあんまなくないですか うん、まあ多分ねあのー、そう多分日本ぐらいじゃないですかね蛇口ひねって水飲めるのはまあまあまあ全世界いろいろあるんで分かんないですけど、うん、でも戦後の時ってそういうのもなかったと思いますし焼け野原の時ねまあそもそも水道管ぶっ壊れてたと思うし <laughs> うーんなんでまあうん錯覚してるんじゃないかなと思いますね錯覚うーん で、その錯覚っていうのは、まあ、間違ってはいないと思うんですよ。だって自分がそう思うんでしょ僕もそう思いましたから、ベンツ乗ってるやつムカついてましたんで。だから錯覚というか、まあ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 。 まあ事実としては、飯食えるし、屋根の上に住んでるんだけど、比較するから、そこにこの劣等感が、なんかいろんな感情が生まれるという話で、じゃあ生まれたんだったら、負けてたまるものかってやればいいだけですよね <laughs>。その錯覚に対して負けてたまるものかってやればいいだけだと思うんですよね。でもそれを、なんか、負けてたまるものかではなく、なんで俺だけふざけんなって、それで人生を終えるのって、しんどくないですか、逆に。 なんかそれで、まあ今僕たちは別にやろうと思えば選択できるんで、うん、嘆いてもね、まあ嘆く人生を選ぶんだったらそれは選べばいいと思うんですけど、僕は嘆き,嘆きながらやりますね。僕もクソみたいな、ベンツムカつくって嘆きながらあのやりますけどね。ク <laughs> ソみたいなね。フェラリーリクソみたいなね。でやりますけどね、いってらっしゃい。